完璧やね、これマジで好き、うん、こういうのも知りたかったよ、今回バーガー食べたことないからさ、これ持ってこられたらテンション上がるもん、おいどうも、かまいたちです。ミスコリ、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 さあ、ということで今回は、はい、好きなケンタッキーベスト5、イエーイ。いや、好きよ、まだやってなかったんだという印象です、うん、こんなに好きなチキンないよ、うん、何個食べたよね、うん、いやただそのベスト5ってなった時に私はもう基本的にもうあれチキン、うん、チキンを大量に食べる人ですからなかなかちょっとそうなんだよ、うん、これかぶってくるでしょ、いやかぶってくるでしょそら、うん、というのも込みで、でもこの見ていただきたいなと思いますね、はい、第5位はこちら、消毒してポテト、あーケンタッキーの美味しいよねこの太めポテト、はい、ただやっぱりこうこうなります、うん、何なんでしょう、いきなりポテトかいと思われたと思いますけど、はい、ポテトです、なんかちょっと違うよね、ケンタッキーのポテト、うん、なんなんすかね、多分そんなことないと思うんですけど、うん、出汁入ってるっていう美味しいのよね、美味しい、でみんなこの揚げたてカリカリが好きとか言うんですけど、うんうん、俺このもうふんにゃふにゃの、あ、そう、もうふんにゃふにゃが好きやね、俺結構カリカリのもう水分飛ばしまくったやな、そうやんな、好きやけど俺はこのふんにゃふにゃのもう芋芋が好きやねん。もう芋感があればあるほど好きやから。俺たまにこうやってんの気づいてない。そうやろ。いや、やってたら気づくはずやねんけど。そんなマウスピースみたいなことしてる。うん、絶対やめた方がいい。そんなこと。ふんにゃふにゃのここがもう好きや。それ珍しい。ほんま？うん、ふんにゃふにゃ好き。ケンタッキーのポテトってすごい量、ショートサイズじゃん。なんか俺はめちゃめちゃいい量やな。私じゃあ第3位、はい、いきます。第5位ね。あ、第5位だ。第5位はこちら、和風チキンカツサンド。いや俺だからこういうのも知りたかったよ今回。俺バーガー食べたことないからさ。そう。こういうのを知りたかったんです。僕はあの前漫画喫茶でバイトしてた時に、大阪時代ね、そう、千日前で何軒隣かにケンタッキーあったのよ。あった、漫画喫茶の2軒隣かぐらい、そうやんな、うん、1軒隣か、うん、今もないよね、今もない、だいぶ前になくなった。そう、あそこでバイトの休憩の時にね、うん、買って食べてて、俺も最初バーガーとかあんま頼んだことなかったんけど、うん、バイトの子が、え、バーガーめっちゃうまいですよっていうので食べたのきっかけです、これも。うわあれ、うまそうやな、そのパンに染みたとこ。はい、和風チキンカツサンド、いただきます。うわ、うまっいや、うまっておもろいな、うん、まっ。あの、このバーガーに使ってるチキンは、うん、あの普通のチキンと多分ちょっと味が違うから、うん、また違った美味しさなんですよね。そうか、確かに骨付きとかでもないってことだよね。そうそうそう、バーガー用のチキンになってて、で他の、 あのバーガー屋さんと味もちょっと違うから、ケンタッキーの食べたことない人はめちゃめちゃおすすめです。いいな、うまそうやな。うわ、やらかそう、うまっ、やらかそうなほっぺたやな。あ、俺ほっぺたかい。俺、いや、自分でやってる、全部自分でやってる。これはぜひ食べてみてください。いいね。第5位です。はい、第4位はこちら、ビスケット。来ましたか。はい、これはまあまあ、これはまあ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 、よろしいですか。あ、絶対同じやつや、ビスケット。うん、これうまいのよ。僕はあの、うん、スターバックスの時のビスケットを押したんですけど、はい、一番最初の入りのビスケット、ケンタッキーなんですよ。ああ、ケンタッキーでは何このビスケットって食べ物、うん、うまいやんって思って、うん、
その後にスタバのも好きになったんですけど、スコーン的な印象でした。私最初、うんうん、見た時はちゃうねんけどね。ちょっとちゃうねんな、うん、メープルシロップもね。メープルシロップはつけんねや。メープルシロップはつけるときある。こういうもんの付属品つけへんイメージあったけど、つけるときとつけないときあります。ビスケットそのままの味も結構好きで。長いうん、俺なしでも全然いける。名前、うん、あのセットで頼むときに選べるやんか、ビスケットにすんのかポテトにすんのかみたいな、なんか選べるときに俺はビスケットはもう絶対入れるタイプです。だからそのセットにするときがあんま分からんねん。あ、そう、ケンタッキーセット多いですよ。ちょっと頼んでみよう、セット。これお互い第4位でした。うまいね、やっぱり美味しい、うん。第3位はこちら、コールスロー。なるよね、コールスロー、うん、S サイズですが、うん、世の中にあるキャベツの食べ方で、はい、ケンタッキーのコールスローが一番好きです。いや、俺だからもっと上位かと思ってた。いつも言ってるからこのコールスロー。いや、ほんまに、うん、ある？これ以上うまいコールスロー。いや、抜群の味付けですよね。キャベツのサイズ、シャキシャキしてる感じ、うん、マヨネーズの具合、うん、もう完璧やね、うん、マジで好き、大好き。まあもちろんこう外で食べる時あるんですけど、大体、うん、ケンタッキーって俺家で食べんねや、うん、俺ここにちょっとタバスコ垂らすんですよ。へえ、ラー油と辛さも、うん、あれいつなんか言ってなかった、ケンタッキー買いに行ったみたいな、クリスマスかなんかの時に、うん、ああいう時もコールスローは絶対買う、 100% 買う。俺去年やった、一昨年やったか、めっちゃ並んだクリスマスで並んだって言ってたよね、うん、マジでめっちゃ並んだよ。あれ多分銀座やったかな、有楽町やったかな、あのビッグカメラあるとこで、どこですか、有楽町、有楽町かな、ケンタッキーあって、めっちゃ並んだでクリスマスの時。あの M1 の年やんな、なんか言ってなかった、めっちゃ並んだで、めっちゃ並んで家帰ってウーバーイーツでケンタッキー見たら20分ぐらいで来るって書いてた。どんなどないなったんねんと思ったけど、まあ、場所が違うかったからっていうのもあるかもわからないけど、1位じゃないんだ俺、あまり白飯食べれるもんこれで。ずっと言ってるから1位だと思ってた。うますぎる、これでした。はい、私の第3位はこちら、じゃ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 ーん、カーネルクリスピー。はーい、それも俺あんま頼まへんねんな。めっちゃうまい。それも骨なし、骨なし、うん、うん、なんか若い時ね、若い時、うん、骨あるの嫌だったの。なんかでも昔もうっさな、その食べんのめんどくさいから骨あれ嫌いって言うてた、そういえば、うん、なんかスペアリブとか言ってたわ、そういうのがすごい嫌で、うん、なんで骨取っといてくれよって思ってて、ハンバーグがいいだろ、もうハンバーグがいいすぐ食べれるから。でそれがもう大人になってスペアリブとか、はい、なるほどねと、そういうことだったんですね、骨際がうまいのね、うん、とかのはなんとなく分かってきたんですけど、うん、もう一番最初の頃ケンタッキー骨なくていいのになと思ってた時期にこれ発売されて、もうめちゃくちゃちょうどええやんっていうので、ガブガブ食べてました。これガブガブ、うん、飲んでたんじゃん飲む表現じゃない、ガブガブって、ガブガブ飲んでた、ガブガブバクバク食べてたとかで分かんない、うん、外側のパリパリ加減ももう大好きで、へえ、いいね、うん、当然毎回頼むやつですね。また頼んでみよう、はい、それも。第3位です。第2位。2位。第2位はこちら。じゃーん。え？コールスロー M。いや、コールスローや。それコールスローや。え？いや、だからおかしいな思って、コールスローもう一番絶賛してんのに3位って。おっきい方がやっぱ嬉しいから。いや、コールスローやね、じゃあ。やっぱ大きい方が嬉しい、さっきの S やったからでしょうけど、うん、もう大きい方が嬉しい、 いやトータルコールスローにしてくれてええねん、うんうん、分かる、その意見分かるよ。でもメニューに別々であるわけやから、うん、これ2倍まではいかない、 1.5 倍ぐらいあるぐらいなんかな、めっちゃコールスロー好き、うん、
やっぱ S より M の方がいいからな。うん、で持って帰って食べるたびに今開けへんやん。S の方食うてるやん。その今開けても完食無理かな、家帰って食べるよみたいなんで、なんかさっきの3位の時のやつ触らんといてな。俺が食べるから、家帰って食べろや。これ味は一緒やから。いや一緒やから、だから一緒やねん。やっぱこのキャベツの細かく切られてる感じと、うん、シャキシャキ具合、マヨネーズの雰囲気も最高なの、うん、それだから3位の時に聞いてんの。どれが人参かは食べながら食べ分けれないけど、うん、人参入ってる嬉しさはある食べながらこれが人参だなとかは分かってないねんけど、でも入ってる嬉しさはある。うまいやろうな。うまい。ちょっとそんなんやったら私の第2位もこちらコールスロー S です。入ってくる、入ってくるよ、うん、俺 S とか M とかで分けてないねん。もうコールスローとして頼んでたから、うん、美味しいよね。美味しいよ。いや俺だこれ子供とかもさ食べやすいんじゃないの、なんか野菜嫌いのさ食べれると思う。うん、うまい。野菜の甘みもなんか青臭さ全くないやん、うん、全然キャベツの青臭さが全くないね。うまいわ、ほんまうまい。なんかそのお肉の脂的な感じのを忘れさせてくれる。すっごいすっきりした。俺これを作れる、それこそドレッシングみたいな売り出されたら買うもんな、うん、でもちゃうねやろな、ドレッシングをキャベツにかけりゃええだけみたいなことじゃないんやろな。このキャベツブワーってこの大きさに切ってちょっとなんか塩でキャベツの水分抜く感じとかの塩梅もあんねやろな。家でできたらちょっとちゃうわ、ごめんやっぱケンタッキー行って買うからこそっていうのはあるわ。コールスローもレシピって公開されてないんですか？されてんのかな、調べてみようかな。俺一回クックパッドで調べたことあんねん、うん、ケンタッキースペースコールスローで、ほんなら出てくんねん。でもケンタッキー風コールスローみたいな、うん、これとびっくりドンキー の, あの大根サラダのマヨネーズ好きやな。戦ったらいい勝負すると思う。街歩いててこのコールスロー頭からかけられても怒らへんもんな。怒るやろ、怒れよそれはうわって最初思うけど、うん、こう何やと思って見てちょっと食べてコールスローやったら怒らへんもんな。怒らなあかん、絶対やめてくださいね街でされる可能性あります。絶対やめてください。第1位、第1位もうでもそうでしょ。こちらオリジナルチキン、うわこっちのタイプだ、持つ方だ。はいはいはい、そうでしょ。俺ちょっと違うんですよ。いやお前それは気をてらいすぎやで、マジでなあ。第1位はこちらチキンのパーティーバーレルです。いやそれチキンやな、お前さ。いや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 、ワクワク、うわわす、うわワクワクするな。やっぱ見て、やっぱこれできたら全然違うでしょ。お前持って帰ろうとしてるお前もうわーええー、なそれ、持って帰ろうとしてる。食べて感想言えよ。これはもう最高でしょ。私はこの食べやすい方の、うわーもううまっ。おいケンタッキーうまい。え、どこが好き？あの部位、ケンタッキーの部位何個かあるやんか、4つぐらいあるって言われてる。これ平たい、うん、あれなんていうとこなんやろ。胸肉のやつ、もも肉、胸肉の、胸肉のやつな、うん、いやでもな胸肉好きやけどケンタッキーはもう全部好きかも俺最初それ骨多いやんか、その骨の感じが強いから、うん、この部位めっちゃ嫌やってんけど、あそう、最近めっちゃ好き。同じ骨でもこっちの骨の方が食いやすいやん。だってあ俺この部位やね、ここ逆見せて、うわ逆、あこっちの方がうまそうやった、こっちの方がうまそうやから見せろって見せて、こっち見たらこっちの方がうまそうやった味がさ旬でるよね、この辺の箇所。うまいわこれね、これで言うここね、ね、いただきます。そうやね、わかる、噛む前の
ここでもうケンタッキーやもんな。うまい、うまい。じゃあチキンが1位でしょ、これ。ここでチキンを1位にしないって嘘やから。嘘やから。ケンタッキーちゃうから。ケンタッキーさんもそんなこと言ってほしくないと思う。嘘つけやから、それは。うちまだ息子食べてないんじゃないかな。うん。ケンタッキー。初ケンタッキーまだ。初ケンタッキーまだちゃうかな。そろそろ行きますか。まだ早いんじゃない？早いかな。チキンの頂点食べるわけやからさ。2歳はまだ早いんじゃない？15歳ぐらいだよ。だいぶ後よ。うまいわ。パーティーバーレルってもう 毎日売ってんの？数多かったら確かに。へえ。これ持ってこられたらやっぱテンション上がるもんね。ある程度のこと許すよね。おいーって言うもん。すいません、山内さん、この間失礼なこと言ってしまいまして申し訳ないです。なんか先輩にそんなんやって申し訳ないんですけど、気をつけて。それはおいおい許してくれた。全然許す。これはもう第1位はお互い一緒ですね。まあ、もうそうですよ、うん、もちろんあの持つのが便利なとこもあれなんですけど、わかります。結局うわやばいかも。あああうるさ。まあその声出てもしゃあないわ。見つけやがったこいつ。ここ見て、やばい。うまさの塊のやつ見つけやがった。やばい。それはもう絶対うわやば。香りがやば。これはいいとこ見つけましたね。うまうま。目利きやん、もうそれ見つけるってことは。市場で最高級の仕入れてきたのと一緒や。チャンネル登録お願いします。でも見てる人も1位はもうはいはいチキンでしょって思ってるでしょうね。まあ、しょうがないです。これはやっぱチキンをさ1位にしないってなった時点で、うん、今までのベスト5嘘ってことやから。そうね、それだけはやめとこうっていう本気のやつなんで、うん、今日のランキングリアルやったのが、うん、俺のランキング見たら、こいつケンタッキーで頼むもん偏ってんねんなって分かってます。そうでしょ。いやコールスローでしたから、うん。